ストクラフト2の e スポーツが行われる会場スタークラフト2はブリザードエンターテインメントが開発したスタークラフトの後続作品であるリアルタイムストラテジーコンピュータゲーム本作の設定は前シリーズのスタークラフトブルードーから4年後の出来事となる Windows と MacOS にマルチ対応したパッケージ版とダウンロード版としてリリースされたダウンロード版は ブリザードの公式ウェブサイトバトル .net から購入可能2017年11月14日に基本無料でプレイできるようになった。前作から10年以上の時を経て発売されただけあり 3D になったグラフィックのみならずゲームデザインも変更が加えられた。操作性が前作と比べて大幅に改善されるなどユーザーフレンドリーな変更も多い。また前作が e スポーツで人気を博したこともあり、感染機能も改善されているスタークラフトには日本語版がないため、英語版等を購入することになる。現在販売されているものは、ノースアメリカ版、ラテンアメリカ版、ヨーロッパ版、ロシア版、コリア版、台湾版、チャイナ版、サウスイーストアジアオセアニア版があり、それぞれ言語ローカライズされている。テランマリンゲーム起動時にアメリカズ、 ヨーロッパ、アジア、サズスとアジアから任意のゲームサーバーを選択することができ、パッケージがどのリージョンでも全てのサーバーを選択できる。ストーリーモード。購入した拡張版やダウンロードコンテンツに対応したキャンペーンを遊べる。基本無料化に伴いウールのキャンペーンモードは無料で遊べるようになった。ロート部から追加されたプレイヤー二人が協力してミッション達成を目指すモード。 ゲーム開始前に、プレイヤーはそれぞれコマンダーを1名を選ぶ。コマンダーごとに、種族、使用可能ユニット、特殊スキルが異なり、ミッション終了後にもらえるの経験値が、一定数を満たしレベルが上がるごとに、使用可能ユニットスキルが増える。無料で遊べるが、レイナー、ケリガン、アータニスの3名を除き、コマンダーのレベルを6以上にするためには、課金が必要になる。対戦モード。 ランクトでは、プレイヤーの対戦成績等をもとにした数値が、同程度のプレイヤーと戦うことができる。トレーニングモードもある。すべて無料で遊べるが、ランクトは、トレーニングモードなどので一定の勝利が必要。特定の人との対戦やミニゲーム、AI 戦、他人数プレイなど、カスタムゲームが遊べる。主な変更点、編集テックラボは、専用技術の研究やより、 高度なユニットの生産が可能になる。新ユニット、編集新建造物、編集主な変更点、編集新ユニット、編集主な変更点、編集新ユニット、編集新建造物、編集、1や、ブルード王で登場したものの、2で除外されたユニット。大体ユニットが登場するか、一部シングルプレイヤーに使用できる。プロトス、編集ドラグーン、スカウト、コルセア、 シャトル、アービター、ダークアーコン、テラン、編集、ゴリアテ、レイス、バルキリー、バルチャーザーグ、編集、ラーカー、スクージ、デバウアー、ガーディアン2008年6月のワウィーにおいて、スタークラフトには三部作になることが明らかにされた。ウィングス・オブ・リバティでは、テランに焦点を当て、ハート・オブ・ザ・スワームでは、ザーグに、レガシー・オブ・ザ・ボイドでは、プロトスが中心となる。 ウォークラフトシリーズが3作目で様々な新要素を加え従来の RTS から大きくゲーム性を変えたのに対してスタークラフト2のゲームシステムは前作をほぼ踏襲したものとなっている。これには保守的であるとの批判もあったがデザイナーを務めるダスティン・ブラウナー氏はこれに対してそもそも革新性を求めたわけではないと反論しており、また 当初実験的にカバーシステムを導入したが、ゲームプレイとうまく噛み合わずに不採用としたことを明らかにした。その代わり、新たな体験を求めるプレイヤーに対しては、画期的なシングルプレイヤーモードがそれに応えるだろうと語った。 http://as.blizzard.com/en-us/campany/press/pr-es-sr-el-e-s-e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 - html, g, m, e, x, p, h, r, to table、e、d r d ストクラフト2デジタル版の先行ダウンロードを開始 http://beta-us.battle.net スラッシュ s c スラッシュ n スラッシュ a t t l e n e t 公式ウェブサイト http://www.gamasutr.com スラッシュュースラッシュニュースラッシュ28180スラッシュ t, a, r, c, r, a, f, t, デザイナーブラウダーは not, トライングツービノベーティブ php, アトムソースイコールフィードバーナーアトムミディアムイコールフィードアトムキャンペーンイコールフィードゴマストランス28ギャモストラニュース 29& アトムコンテントイコールグーグルリーダーハット、プロゲーマーに対象した AI アルファスターが、 スタークラフトにて人類の上位0.2%となるグランドマスターに昇格。ギガジネ2019年11月3日閲覧。ありがとうございます。